台風や新型コロナの影響で5年ぶりの開催となった安倍川花火大会。今年は打ち上げ時間を短縮し、桟敷席を廃止するなど感染対策が徹底されました。それでも夏の夜空に花火が打ち上がると、訪れた人は豪快なスターマインや色とりどりの仕掛け花火に魅了されている様子でした。花火どうでした？綺麗だった。5年ぶりだったので、仲いい友達と来れてめっちゃ楽しかったです。大会本部によりますと、今年の来場者数はおよそ35万人で、例年の半分程度だったということです。